土曜日夜10時明るい未来にチェンジの時間がやってまいりましたパーソナリティの FC 上岡です明るい未来にチェンジは社会を良くしていくための情報ラジオです本日のテーマは利子税金そして取り付け騒ぎ本日もここでしか聞けない目からウロコのお話たっぷりですお聞き逃しなく <78. 0 S 1> FM なは、Your radio station。ーーパーソナリティの FC 神岡です。はい、本日もトークの相方にジャズシンガーギボタカコさんに来ていただいてます。えー、ギボタさんこんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。えーっとですね。はい。まああの私も。 もう2017年頃から、はい、あのベーシックインカムについてちょっと情報発信をし続けてるんですけどまあ,あのベーシックインカムという言葉自体は割と、うん、あ,のあっという間にここ5年ぐらいで広まってあなんかすごいな思ったより言葉広まってるなっていう印象なんですけど話すと、うん、ほぼ100%話が通じないんですよ <laughs>、うんあ。そうですかあの 上 FC 上岡が、えー、と提唱しているのはうん、うん、政府貨幣、うん、政府が発行するお金をみんなに配ろうっていう案なんですけどこの話をするとまずほとんどの人が「あ ですよね。だから国債発行すればいいんですよねって言うんですよ。いや違いますよって言ったらよ、うん、なんでなんでって言って全然そこで話が噛み合わなくなるんですよ。うんうん、確かに私もでも全然混同してました最近まで。<あ>その上岡さんの説明により、うん、おおなるほど<ー>みたいな。嬉しいですはいはいはい感じになってきたところでございます。お心の友よいやいや。いやでも難まあ簡単なようで難っなんかややこしいですよね。そうそう。うん、簡単なのにややこしくしてるっていう。あそうそうそう。 それでびっくりしたことに本当にネットを見てもテレビを見てもそれから雑誌とか新聞を見ても結構デマが普通に流通してるんですよね。でれっきとした国会議員ジャーナリストそれから政治家国会議員。 それか政党、うん、という人たちがあの事実とは違う話をじ、うん、じゃんじゃんんんしまくってるんですよ<ー> <laughs> でもね政治家とかに言われたらもう信じますよね信じますよ大学教授とかね<う>言われたら信じますよね。はい、で私も最初の頃あのよく分かってない頃はそうなのかなって思ってたんですけどまあねあのファクトチェックの鬼なので <laughs>。はい <laughs> うん、あの法律とか財務省とか、はい、それから日本銀行、うん、まあページにサイトをちゃんと確認して読んでいくとあれ <laughs> あれ うん、って話っかりでなんか違うとそうそうそそれで、まああのえっと、まあ一応政府貨幣っていうことをまあ提案してはいるんですが、うん、これは私が独自に編み出したことではなくて、うん、あくまでその法律 <laughs> ここにこうやって書かれてるからこれでいいんじゃないですかっていう話をしてるだけなんでそんな法律があるの っって言って言法律見てくれれば済む話なんですよなんで法律見ないのか本当不思議なんですけどうん、うん、法律を見ずにあのどなたかの YouTube とかうん、うん、テレビの話とかなんかそういうのばっかりを信じてしまってあとどっかの政党のチラシとか話が全然通じないんそれでまあ本当に改めましてなんですけど、はい、えっとそもそもお金って何なの、うん、っていうううんうんうん。うん そもそもそも,そも本当に、ね、いや身近にありすぎて何<う>かみんな「お金って何?」ってなんか突き詰めて考えたことが多分ないみたいなんですよね。そうでまあ前もなんか知り合いに2時間ぐらい一生懸命説明したんですけどうん、うん、2>, 2時間説明して「うん,うんでも要は働いて汗から出るんでしょお金って」って言われてうん、うん、<laughs> もう2時間何を説明した私みたいな。<laughs> うんうんうん、うんうん、あの働いて汗からお金が生まれるって信じてる人多いんですよあ<ー>働いてから給料もらえるんでしょだから給料がお金でしょみたいなあ<ー> <laughs> その元をたどってってその全体を把握するっていうことがどうもちょっとねできないとやったことがないまあ学校でも座らないですしね確かにね <laughs> かなり大きな話想像力がい<ー>りますよねそうですよねえでえっとまあ、うん、あの えっとまあ、よ,よくこのブログでも、うん、ブログじゃないラジオでも紹介している私がやっている、はい、あの長ったらしいタイトルのブログですよね「住民発議による住民投票無条件ベーシックインカム」というあのブログで。はいうん お金の起源と歴史っていうのをざっくりまとめてるんですよ。なんとありがたいそして興味深いでもこれざっとは私が訳した社会信用論に説明されてることを紙み砕いてイラストを加えてめっちゃわかりやすい説明してるんですけどあと途中から日本銀行に説明されているお金の歴史っていうのも加えてます。はい はい、うん、えでまあざっくりとなんですけど、はい、まああの元々まああのお金というものが生まれる前にブツブツ交換だったんですよねうん、うん、まあそうですよねうん、うん、イメージはそんな感じですでそれがあのブツブツ交換するときに、はい、あの現物を吹き替えられたらいいんだけど必ずしもそうじゃないケースが出てくるはいはい、はい、例えば今あのえっとまあ小麦これだけ作ったからあの、うん、これと、うん お宅の牛を交換してよと今うちの牛妊娠中で来年の春に子牛が生まれるかじゃあそれをあげるよと。でそういった時に、うん、そ,のその時には交換できないじゃないですかだからその来年生まれ子牛が生まれたらじゃあこの引き換え券あげるかこれ持ってきてよと。 でだからその引き換え券がお金のルーツうん、うん、そうですよね物々、うん、交換するします約束ですよという <laughs> これで引き換えますよってことですよねそう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 そもそものうそ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 そそ <laughs> <laughs> で、えっと、この時に重要なのは、はい、そのお金を作った人、お金を発行した人、要は引き換え券を作った人は。うん、その財産を持っている人なわけですよ。孔子が生まれる、その孔子のオーナー、うん、まあ、母親のオーナーということなんですよね。で、えっと、ところがその時代が下っていって、うん、まあ、あの、もろもろ複雑化していく。はい うん、例えばその物々交換というよりかは位置が立つとかそこにみんなが作ったものを持っていって、うん、えっと交換をするそういった時に単純に物々交換でも成り立たない経済にだんだん社会が発展していって複雑化していくととなるそういう時に、えーっとえー、今度はそのお金を発行するのが国になっていくんですよね。ななるほどで国がと、まあ、は、まあ、なんかあの、えっと 南の島で取れていたまあ複製ねその北方では複製できないような貝を使ううんでなぜ貝が使われたかまあ数えやすいうんそれから模造されにくいうん変質されにくいうんでだから今あのえっと日本語うんであの漢字を見ても貝があのお金にまああの関するお金にすごく使われてるんですよね確かにそれ気づかなかったです財産の財貯蓄の帳 買う。すごい、うん。もうあの貝がある貨幣の貨物を送るとか。<ー>うん、かけるとか、そういうもの全部あの貝が使われてる。本当だ。すごい、<laughs> 面白い、うん。で、で、まあ、そのうちに、えっと、あの。えー、貝よりも、えー、っと、その。獣の骨とか。うん、うん。それから、あの、そういったものを、まあ、貝に持つようになったって。でそのうちに金属を貝に持して。まあ、あの。 お金として流通するようになった。こういう歴史をたどって途中から、うん、あのお金が金属から紙に置き換わっていくんですよ。で、この歴史っていうのは国によっても様々あるみたいで、はい、まあこの辺の詳しいところはえー、っとそのこのブログを見てくださいねと。で、大切なのは、はい、あのその。 えー、だんだんその取引商取引とか文明が複雑化して発展していくうちにマネーシステムっていうのを特定の勢力が独占すするよようになったんでそれがあの国家と一体の場合もあるし国家とは別の勢力がお金を作るあの権力っていうのを独占してしまった た場合がある。うんうん。ここが本当にポイントで。なるほど。うん。でそれがまあ中央銀行システムなんですよね。はい。で例えば今えっとイギリスとかえっとアイスランドの中央銀行は国立なんですよ。うん。ですっごい分かりにくいんだけど勘違いしてる人も多いんだけど。はい。あのスイスの中央銀行ってスイスナショナルバンクって言うんですけど、はい。これ国立銀行じゃないんですよ。へー。 うん、で日本銀行のことをんかしないけど国立とか政府機関って言い切る人がなんかすごく多いんですけど日本銀行は認可法人でしかも東証一部上場企業なんですよ。<ー>うん、で政府日本政府とは全く独立してるっていうのをこを売りにしてるあの中央銀行なのでなるほどねうん、うん、ややこしいなあそうなんですよとりあえずただ世界的に中央銀行が でその配下に民間の銀行があるっていうシステムを世界的に採用してるんですよね。<laughs> はい。なるほど。じゃあまだイギリスとか一体になってるところはまだわかりやすいんですか、ね？まだわかりやすい。でいろいろシステムが違う。でしかも、はい、あのえっと EU 諸国ではあのはい、はい、欧州中央銀行っていうところがもう国を超越した存在になってるので。うん、確かに。 その、えっと、ユーロを使ってる国っていうのはもうその国の独自通貨がないわけですよそうですねだから本当にあのその辺は、えっと、もう同じように論じることができない非常に複雑ななんですよははいはいなるほど <laughs>、うん、だけどいろいろな変遷を経て一体どうしてこうなったのかよくわからないんだけどうん、うん、気が付いたら今私たちはあのこの。 信用創造制度というお金を作る仕組みにもあの取り込まれちゃってるんですよ。確かに。はい、うんね。それうも言わせられない。確かに気づいたらこうなって。もうま私たち生まれた時からそうなんで。<laughs> <laughs> 今このようにあのこの日本社会に生きてる人は、うん、気づいたらこのシステムになってたはずなんでそれがいいのか悪いのかもうあのそもそもそういう問いを立てること自体がほとんどないと思うに。んですよ。だけどあの、うん、このシステムって実はものすごいあの欠陥があっていいところもたくさんあるけど欠陥がすごい多いんですよ。はいうん、だからそそれををのその欠陥を修復するために必要なのが えっと、政府が直接的にお金を作って発行して、うん、みんなに配るタイプのベーシックインカムということになるんですよ。うんうん、いや <laughs> 本当ですすよねわかりやすいこの話をしても、まあ、ほとんどの人がなんかそもそもお金がどういうふうに発行されてるのかっていうのを理解できていないのではい、はい、話は通じないなのでちょっと今日改めてあの、まあ、法定通貨。 はい、どのように作られるかをざっくり説明したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、まあえっと法定通貨、まあ日本では、うん、あの日本銀行があの発行している紙幣、うん、日本銀行券と、うん、まあ政府が発行している硬貨、六種類の硬貨、うんうん、これを合わせて法定通貨って言うんですようん、うん。で、この法定通貨を作れる機関っていうのが三種類あって、一、はい、つが民間銀行。はい 1> 1つが日本銀行、うんうん、あと一つが日本政府この3つしかお金作れないっていうことをまず、うんうん、でよくなんかあのた,たまにねなんかそうそうだから「ベーシックインカムは仮想通貨でやればいいんでしょ」っていう人がいるんですよ。であの仮想通貨は最近暗号資産っていうふうにあの言葉が訂正されたんですけど、はい、通貨が紛らわしいからということで、はい、あれは法定通貨じゃないですかあんなものをあのその お,お金の価値が乱高下するようなものを通貨にする大変なことになるんで <laughs> あれはあくまで暗号資産というあの法定通貨とは別のカテゴリーになるということをまずあの知っておいていただきたいと。で、えっと、私あの社会人一番最初に社会人になった時に、まあ、あの銀行員になったんですよね。それで、まあ、あのその時支店長さんに「えっと、いいですか皆さん銀行というのはお客様から預かったお金を、うん、あの また誰かに貸して、うんうん、その、えっと、まあ、お客様には、その預かった。うん、あの、お礼として、あの、利子を付けます。で、借りてくれた人には、うん、あの、預かり、預かった人に渡す利子よりも高い。 利息をつけて貸し出します。うん、その利息の差額が銀行の主な収入源です。それで普通預金はいつでも引き出せるうん、うん、けど定期預金は、うん、まあ例えば一年、三年、五年とかそういう感じで一定期間引き出せないので、うん、えっと銀行が安心して貸し出せるお金になります。だから皆様頑張って定期預金を獲得しましょうね、うん、窓口でって言われたわけですよ。はい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 。なるほど。わかりやすいですよね。はいはいはい。<laughs> <laughs> う,んう,んうん、うん、うん。うん、で、えー、っと。まあ、これがあの信用創造って言われるシステムなんですよ。はい。預かったお金を元でにして貸し出す。うん,うん。うん。で、はい、何の問題もない感じしますよね。うん,う,んうん、うん、うん、うん。私も、こう、あの。このシステムに問題があるなんて、銀行員してた時も全然知らなかったし。うん、はい。そんなことを言う同僚も先輩も上司も誰もいなかったですから、ね。うん,う,んう,んうん。<laughs> うん。あの、預かったお金を貸して何が悪い。うん。うん。 なんですけど、うん、これの社会全体として見るとす、うん、すごい変ななシステムなんですよ最初に誰かが、まあ、例えばですけど100万預けるうん、うん、でその中から例えば90万は誰かに貸し出す、うんうん、で貸し出した人は例えばあの車を買ったあの車の販売会社とかに、うん、まあお金を渡すわけですよ。はい でそのお金をもらった金融機関はあ金融機関じゃない例えばあのディーラーさんとか、うん、カーディーラーさんとかはもらったお金はまた自分の,あの銀行に何て言うか預金しますよね。そしたたらそのディーラーラさんの銀行はあまた お金が来たよと。じゃあこの来たお金をまたあの貸し出そうっていうことになるわけですよ。そんな感じであの預ける貸し出す預ける貸し出すが延々と続くわけですよ。でそうすると、うん、一番最初の銀行例えばあの百万円を預けて、うん、えっとまあ五年後に。うん 返してくださいねっていう定期預金をしたお客さんがいるとして、えっと五年後にえっとまあお金もらうつもりだったけど、急に結婚することになったからお金返してっていうケースがまああるわけじゃないですか。でこういうふうになると、うん、いやあの今もらってるお金は貸してるからないよっていうことになるんですよ。うんうん、そうですね。はい。一 <laughs>、うん、人二人がお金をね、会役さん定期預金会す数ぐらいも何の問題もないんですけど、預けてる人全員がお金返してって言ったら。うん ないんですよ銀行にお金がそうですよねうう <laughs> うんうんうん、うん、これがあの必ずどっかで取り付け騒ぎが起きるっていうリスクなんですよはい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 でえっとあとあのこういうことも銀行で私習わなかったんですけど、うん、要はその利子分のお金ってお金を貸し出すときに貸さないわけですよね、うん、誰にも。ううううんうん、うん。うんえっとであの要はそのお金を作るその お金が生まれるシステムシステムっていうのが基本的に貸し出しなんですよ。うん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 。うんうん、だからあのえっと例えば住宅ローンあの、家を買ったので住宅ローンで三千万借りましたって言った時に、うん、あの期間が長いので、うん、トータルでいくと五千万ぐらい返したりするわけですよ。うんうんうんそうすると二三万円分ぐらいは利息なわけですよね。この利息をあの銀行が誰かにお金を貸すときに発行してないんですよ。 だからどっかから取ってこないといけないお金、はいうん、でこれが経済成長してるもうみんなが借り続けてる時は社会にお金が溢れていくんでまあなんとかどっかからあのお金をまあ稼いでこれるわけですよ、うん、だけどまあバブルが崩壊した時みたいに銀行が「返せ返せ」っていうふうに言い始めるとうん、うん、みんながこうあるお金を全部返そうとするじゃないですか。預けていたお金も全部返返す返す,返す,返す になると、うん、あの世の中に銀あのお金がなくなっちゃうわけですよだからあのトータルとして、えっと、この世の中に利子分のお金って存在してないんですよだから、うん、あの必ず貧しくなる人が毎年増えるんですよそうですよねだから利子分のお金を頑張ってかき集めて <laughs> そう奪,わ奪われてるって言ったらおかしいけどもうあ手元になくなってその人は返せない漏れる 漏れ出す人、あ、そうそう、ね、あの、そう,そうそう、あの、絶対、あの、一定数の人が返せなくなるんですよ。そうですよね。うん、だから、返せない人はどうするかって言ったら、うんうん、えっと、まあ、例えば、土地を売る。 娘を売る。人、うん、<laughs> も昔前だったそういうことがたくさんあったし、今でもあの借金の方に、まあ風俗に沈めるみたいな言葉もあるわけですよ。うん <laughs> うん、だからあの借金の方にあの娘産られるみたいなことが現代でもあるわけで、だからあのえっとそういう形であの。 まあなんとか回ってるけど、まあ、最終的にお金ってその絶対に足りないからだ、うん、から私が例えばあの10年前にまあ新聞見てた時は、えっと、沖縄では人人に1人の子供が貧困でですすなななんんとかしなきゃってなっててたんですようん、うん、最近4人に1人が貧困ですとか3人に1人が <laughs> うん、うん、1> いやいやあの子供食堂できたんじゃなかったっけとか対策してるんじゃなかったっけいや対策追いつかないわけですよ絶対。 社会にお金を作るし仕組みそのものがちょっと欠陥がある。うん、絶対利子分のお金がない。うん、で、うん、さらには税金分のお金も、うん、あの発行されてないんで元々のところで。だから必ずあの足りなくなるんですよ。だからこれがあの構造的欠陥なので、はい、何とかしないといけない。で、えー、っとなぜその構造的欠陥なのかもう明らかですよね。 えっと、例えばあの国の借金が今 1, 兆円超えてるわけですよこれ国の借金そのものも、えっと、返さないといけないお金、うんえー、だし、えっと、それからあの民間でいくと、えっと、2020年時点で国民負債企業と家計が借りてるお金が8200兆円超えてるんですよ。で、えっと、だからこういうものをどうやって返すのと。うん うん、あの私もずっと不思議だったんですけど、うん、あのベーシックインカム世界大会で出会ったあの民間の研究者のジェフ・クロッカーさん、うん、彼がねもうサクッと言ってくれたんですよ。返、うん、返せせなない潔いいよ潔っすね特に日本なんてもう GDP 比で、まあ、当時も2倍以上って今2.5倍以上なんですけどそんな借金返せるわけないからって <laughs> いいっすね。 返せないと分かったら。 またなんかこう、視点が変わるし。<laughs> そ,うそうそうそう、それでどうするかですもんね。<laughs> そ,うそうそうそう、なんか、いまだに日本の中って、あの。<laughs> その返そう返そうっていう議論しかないわけですよ。いや、返せる、返せだけないじゃん。って <laughs> っクロッカーさんに言われた時に、なんかすごい、なんか。いろんな謎が解けて、あ、返せないんだ。<laughs> いいっすね。返せないんですよ。<laughs> そうそう返せないもんは。は <laughs> そう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 。で、その時に、ちょうど、私は、あの、えっとダ。ダグラスの社会信用論、訳した直後だったので。はい、あ、そうだ、ダグラス先生は、だから、あの。ね 政府がお金を発行ししてて為替手形として郵便局からみみんななに配るたたいなことを提案してたわけですようん、うん、あそうかだから返せないんだから政府がお金を発行して配ればいいだけなんじゃんあ落ちたすごい分かりやすいこの解決策とかあってうん、うん、<laughs> こんな分かりやすい解決策がみんなにこうすぐに受け入れられてバ,バンバン広まってあいいぞいいぞすぐにもう5年後10年後に私たち幸せになるぞと思ったら <laughs> うん、うん「国債はなんか国民の財産です」とか。 なんかあの国債はみんなのえっとちっちゃいじゃん政府の借金はみんなの、えっと、財産とか、うん、政府の赤字はみんなの黒字とかわけのわからない言説がなんか飛び交って、うん、このシンプル極まれない話がなんか広まらないんですよ。助けてーってっいうのが今現状ですということで桐本さん今日もどうもありがとうございましたあ,あ,、はい、ありがとうございました。<laughs> <laughs> マーソナリティの FC 上です明るい未来にチェンジエンディングが近づいてきました本日のテーマは利子、税金、そして取付騒ぎ日本でお金を作ることができる機関は民間銀行日本銀行日本政府の3つだけですほとんど指摘されませんが今のお金を作る仕組みには利子分のお金がない税金分のお金がない取り付け騒ぎが起きる という3つの重大欠陥がありますこの世に存在しないお金利子と税金を支払わないとならないことが貧しい人が増え続けるそして国が借金漬けになっていく根本的な原因です。したがって利子税金に相当するお金を日本政府が自らの貨幣発行権を発動させて作ってしまえばいいわけです。 民間銀行と日本銀行が作るお金は返済しなくてはならないお金ですが日本政府が発行するお金には返済義務がないこともこの話の重要なポイントです日本政府が発行するお金をベーシックインカムとして国民全員に配れば貧困問題は一夜にして消滅し景気は良くなりさらには利子税金相当の お金がないという金融制度の構造的欠陥を是正することができるのです政府貨幣ならば国民負担はありません増税も国債増発も不要です政府貨幣によるベーシックインカムがあれば明るい未来にチェンジしていきます資産の皆さんえご視聴ありがとうございましたまた来週